はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、アセットコルサはまたまたね、首都高モッドで、今度はね、1号のこの平和島パーキングからまた横浜方面を目指して、大黒線を経由してね、湾岸線から芝浦パーキングまで走ります。で、使用する車がね、フェラーリの 599WX のエボとなっております。まあ、サーキット専用のね、フェラーリが販売する、まあ、スペシャリティカーなんですけど、まあ、レースがあるわけでもないのにね、とんでもねスペックを誇っているような車です。他のね、ゲームの時にも話しましたけど、セレブのね、おもちゃっていうような位置づけですよね。一般人には到底手が出ねえ金額の車だし、この車を使ったね、レースがあるわけでもないので、レーシングチームが所有してる必要もない、まあ、つったって、まあ、してるチームもあるのかもしれないんですけどね、まあ、そのような位置づけの車ですよね。まあ、日本だと多分ね、あのフェラーリの車を使ったようなイベントなんかで所有者がね、走らせてたりするのかもしれません。はい、で、ここでね、羽田の出口なんですけど、降りることはできるんですよね。しかも降りるだけなんです。そう、降りたところでどっかに行けるわけでもないんですよね。ただ単に降りるだけって感じのところがあるんですよ。で、このままね、東京エリアを脱して橋を渡ってね、これで神奈川の川崎の大師、こちらの方に入っていきますね。ちょうど大師の料金所があるんですけどね。で、ここの左、一応ね、産業道路に降りることできるんですけど、一応少しの区間だけど有料になるのでね、若干の金額が確か発生するはずです。っていうのも、でも今は違うのかな、結局昔はなんかね、ちょっとだけお金取られたんですよ。今は多分距離別に変わってるんでね、どういう風になってるんだかわかんないんですけどね。その距離別料金がね、設定されてからはそんなにこっちのエリア来てないんでね、こっちのエリアっていうか、その首都高を走ったことがないのでよくわかりません。で、走るとしてもね、 ETC を使ってたりするんでね、どうなってるんだろうっていう感じです。まあ、でもその通り距離別なんでしょうね、本当に。はい、確か ETC 使わないとマックスの料金をね、いきなり最初の料金所で支払わされるんですよね、確か。確かそうだったような気がする。で、まあね、ちょうどここら辺はね、その川崎のね、工業団地沿いを走っていく感じですかね。それこそね、昔からの京浜工業地帯ってやつですよね。日本四大工業地帯の一つってところだと思うんですけど、確かそうですよね。小学生の時に習ったんですけど、だいぶ昔ですからね。京浜、京葉、中京、九州でしたっけ。あ、九州っていうよりも北九州ですね。実は言うとね、私生まれは北九州なんですよね、生まれはね。でも、もう幼稚園の頃に転勤でね、あの親の転勤で引っ越してしまったんで、もうほぼほぼ北九州時代の記憶はないんですけどね。まあ、そんなの関係ないですね。で、こうやって走っていくとね、そのうち見えてきます、あの生麦ジャンクションってやつですよね。ちょうどね、下を走る産業道路も生麦ジャンクションでこう左右に分岐していく感じですよね。左に行くと大黒、右に行くと横浜の町の方って感じで、はい、ここが生麦ジャンクションですね。で、ここは大黒線になるんですけど、上もね、ちょうどあの大黒の方から来てる、あの1号線に向かう道で、こっちがね、その湾岸線に向かう道となっております。で、ここのね、左側にあるのがね、まあ、スピンしてますけど、あの昔から日産の工場となってますね。ちょうどね、交差点の角にあのニスモなんて書いてね、でかくあるんでわかるとは思うんですけどね。で、この先行くと左側になんか火力発電所だったかな、あるんですよね。で、右側にはあの USS っていうあのでかいあの業者向けのね、オークション会場がありますよね、あの車の。はい、そんな感じでね、こうやってちょうど目の前にベイブリッジが見えてきましたけど、これで大黒の方に入ってきました。で、ここのね、ループしてますけど、このループのちょうど中心地にね、あの大黒パーキングがありますね、あの有名な。まあ、この大黒パーキングはね、ほんと昔からね、いろんな車が集まりますよね。まあ、ある意味その車好きの聖地っていうところがあると思います。
まあ全く興味ない人に限ってみればね、いい迷惑だと思うんですけどね。まあその理由としてはね、結局のところその週末の夜とかにまあ車が集結するっていうことで、あの警察とかがね、あの夜中の、まあ、夜の夜間のねパーキング封鎖とかそういうのをやってましたんでね、本当にただ単に立ち寄りたい人にとってみればいい迷惑みたいな感じですよね。はい、鶴見橋を渡ってね扇島に入ってまいりました。ちょうどここはね JFE の工場の敷地内を貫通していく感じになるのかな、そうだと思います。でこのねとりあえず扇島をさらに行ってちょっとした橋を渡るとね、また今度東扇島っていうところに行くんですけど、まあこっちの方はねまた物流の拠点になってる感じで、いろんなね倉庫が立ち並んでます。あとはまあいくつかのメーカーのねモータープールにもなってるのかな、はい。まあそんな感じでね、ここがその東扇島ってところですね。あの一般道でいうとね川崎側の方からあの海底トンネルをね抜けてね、一応一般道でもこの東扇島に来ることはできます。できるけどね、一般の人が来てもね何の面白みもないですね。本当に倉庫しかないですからここは。であんまり綺麗でもないようなイメージですっていうのも結局のところそのいろんな倉庫が立ち並んでるってことはいろんなトラックがね出入りしてたりして、その時間潰すのにね結構止まってたりするんですよね。でやっぱりそうなってくるといろいろ問題になってくるのがあのポイ捨てとか、まあそういったのも出てくるんですよね。なので結構汚れてたりします。なのでね見た目はそんなに綺麗じゃないかなって感じですね。まあでもね最近のね結構ドライバーのマナーも向上したりとか、あとはその自治体のね清掃活動とかもあるんだろうけど、もうちょっとね今は綺麗になったかなと思いますね。昔に比べたらだいぶね本当にこの国道沿いとかのゴミもね少なくなったなって感じだと思います。そのトラックがよく寝るのにね時間潰したりするところにはあんまり最近はねそんなゴミがね散乱してるイメージはないんですね。はい、そんな感じでねまた東京エリアの方に入ってまいりました。羽田空港ですね。まあ、前回動画で通った時はね逆にあの西行きの方だったんですけど、今度は東行きの方ですね。しかも今度はね夜間ではなく昼間って感じなのでくっきりと分かると思います。で車の方もねあんなバカみたいに速い車じゃないんでね、そこまではスピード出てないんですけど、まあそれでもね十分この車もね追っかないんですよ。ちょっと油断してるとねどっか飛んできそうになるんでね。でこちらのトンネルをね抜けていくと大井の方に行って、ちょうどあの1号線からのね流れも合流しますね。昔はね本当ここはね大渋滞ポイントだったんですけどね、その大井に料金所があった頃は。今はね渋滞ここではしないで東京港トンネルあたりから渋滞してますよね。大体多分そうだと思うんですよね。そうなんですよね、俺が現役で走ってた頃はね大井料金所がまだ現役だったんでね、ここ大渋滞してたんですよね。まあでもねここを通過するともうゴールがねだいぶ近くなってきたかなってところですよね。まあ東京港トンネル入って抜けたところのね左側がちょうどあのフジテレビになってて、で有明ジャンクションからレインボーブリッジの方に行く感じですね。まああんな勢いでねあんな勢いで本当にね料金所通過したらね料金所のおっちゃんたまげるだろうなって思いますよね。まあでもね今回のこのルートを走行したことによりね、一応このモッドで実装されてるところをねほぼほぼコンプリートしたかなっていうところだと思うんですよね。走ってないのはねその台場線のね要は2階部分ぐらいですよね。台場線じゃないよ、大黒線の2階部分ぐらいなんでね。まあじゃあ次は何をしようかってことなんですけどね、まあ今回ね半分レーシングカーみたいなこの車でね走らせてるので、まあそのレーシングカーみたいな車じゃなくてちゃんとしたレーシングカーでね環状線とか攻めても面白いのかなと思います。であと最近ねモッドで筑波サーキットも追加したんでね、筑波サーキットもちょっと走らせてみたいなと思います。っていうのもね昔ながらのね大好きな車をね手に入れたんですよモッドで。まあ何ってところなんですけど、ワンダーシビックですだからワンダーシビックでね筑波サーキットっていうのも面白いかな。
まあ、感情でもいいなと思うんですけどね。まあまあまあ、とりあえずね、まあ、そんな感じでね、あと感情はやっぱり F1 でちょっと走らせてみたいなっていうのもあります。はい、そんな感じでね、レインボーブリッジを渡ってね、芝生に近づいてきたんですけど、まあ、最後の最後もね、ガードレールに衝突してますけど、意外とね、本当にね、曲がるのが難しいんですよね。感覚がつかめないっていうか。はい、ってことでね、芝浦パーキング到着です。はい、ってことで今回はね、以上になります。それでは最後までね、ご視聴ありがとうございました。